なたはまだ本物の海外ドラマを知らない。世界中を熱狂させた犯罪捜査ドラマの決定版、エミー賞をはじめ数々のドラマアワードに輝く傑作シリーズがついに日本上陸。アメリカ社会の現実をリアルに描き、20シーズンにわたる驚異のメガヒットを記録したロー&オーダー。なぜ人々はそれほどまでこのドラマに引き付けられるのか。そこで今回、ロー&オーダーの魅力を徹底追跡、全世界熱狂の秘密に迫ります。ロー&オーダーって何？刑事ドラマを見るけど法廷ものがちょっとというあなた、必見です。ロー&オーダー徹底追跡スペシャル。舞台はアメリカ最大の都市ニューヨーク。ロー&オーダーでは警察と検察の二部構成でストーリーが展開していく。被害者たちの状況は？一人は現場で死亡、一人は病院に搬送されました。前半はニューヨーク市警の刑事たちによる事件の捜査から容疑者逮捕までを描く。月曜の夜はどこにいた？一晩中カジノでポーカーしてたよ。カジノにいたのは本当らしい。夜8時から2時まで遊んでるのが防犯カメラに。じゃあ彼はシロね。様々な証拠、目撃者の証言など、あらゆる角度から事件を紐解くスピーディーな展開は一瞬たりとも目が離せない。おい、なんだ、おい、逮捕するエリオット・ピータース。理由は大量殺人だ。全員の名前を言ってもいいが多すぎるんだな。後ろ向け。そして後半では検察による容疑者の起訴、裁判が行われ、事件の真実を暴いていく。奴とトロメルはお互いを嫌ってた。刑務所内で発生した確執は、最後は冷酷な処刑で幕を閉じた。これは意図的な殺害だ。被告人は人間的に問題なし。一方、被害者はブラザーフッド、差別主義のギャング集団ですよ。法廷の表と裏の攻防をリアルに描くスリリングな展開は、ラストの評決が出るまで視聴者を釘付けにする。依頼人は市民のために犯行に及んだと主張するつもりだ。いいか、被告人のことを心配しているからこうやって話し合いをしているんだぞ。刑務所に行けば殺される。彼女は私の祖国の仇よ。どっちの仇なんでしょうか、弟さん、それとも祖国。Like that it was cinema verite as opposed to a very nicely finished show is hopefully the, you know, as a procedural. It is Trump Loy documentary. It's not, everybody knows the cops don't catch him in 22 minutes, the prosecutors don't cook him in 22 minutes, but the idea is to give people a sense of the reality of the criminal justice system. 刑事ドラマと法廷ドラマを1話完結で描いたスタイルはアメリカテレビ界に衝撃を与え、世代を超えて多くの人々を魅了し続けている。 It's the writing. It's always the writing. That the actors are brilliant, but you know, even Laurence Olivier didn't come out and make up the words. If the writing is not compelling and the storytelling isn't tight, the show will fail. This is a show about ideas as much as it is about acting or the characters. ここで個性あふれるキャラクターを紹介しよう。目撃者27人の証言でほぼ一致してるのは4発発射されたってことだけよ。ニューヨーク市警27分署の刑事たちを指揮するのはアニタ・バンビューレン警部補。自らの職務に強い誇りと責任感を持ち、部下からの信頼も厚い。依頼人に死亡の責任はないんだ。9人が死んだ。ワクチンの在りかを話さないともっと増える。こいつのせいでな。敏腕刑事エド・グリーン、頼れる熱血感だが、犯人逮捕のためなら法を破ることも厭わない。フォンタナだ、エド・グリーンだ。今度の相棒はなかなか見栄えがするな。シカゴ警察より転任したベテラン刑事ジョー・フォンタナ。シニカルな性格で高級スーツに身を包む伊達男。札にも言ったけど、事故の前特に何も見なかったぜ。警察官、え、札は失礼な言い方だ。ああ、分かった、知らなくて。覚えておけ。一方、検察チームを率いるのはアーサー・ブランチ地方検事。
法で人の心を支配することはできないが、そのような理由から誤った行動を取る人々の歯止めにはなる。保守的な法哲学の持ち主で、かつては弁護士として働いていた経験を持つ。これはニューヨーク市民がニューヨーク市民にニューヨークのオフィスビルで殺害された事件なんだ。検察官ジャック・マッコイ、正義感が強く立件のプロセスは型破り。第三の男という映画を見たことはある？裁判長、ライバルの弁護士からも一目置かれる存在。フォーストライクことフォアマー被告はニューヨークの音楽シーンで非常に敬愛されていた人物を殺害しました。再考慮を求めます。地方検事法、セリーナ・サウザリン。美しく優秀だが、時折上司と対立することも。真犯人が別にいるという証拠を無視するつもりなんですか？証拠じゃない、噂に過ぎ。誰かが RC の命を救おうとしたのは事実なんです。ロー&オーダーのエピソードは実在の事件を元に描かれている。最高打率は3割3分9厘だったか。3割4分7厘だよ。10年前の成績は覚えてるのに、事件の夜にセリーナと食事したことは忘れたの？一生開けて通してください。このエピソードでは1994年の OJ シンプソン事件が題材。証拠も何もありません。これはマッコイ検事の依頼人に対する復讐なんです。このままでは負けるぞ。ラングがまた罪を逃れて無罪になるところを私は見たくない。取引をする気はありませんので。元有名スポーツ選手にかけられた殺人容疑は、裁判の行方をめぐり世界中の注目を集めた。彼女が不安になるようなことは書いてない。本当に奥さんの殺害を告白したのでは？こいつ、こちらへ。その他にもジョンベレ殺害事件、ロス疑惑事件、コロンバイン高校銃乱射事件など、ポスト紙の一面を飾った歴史的大事件のエピソードが数多く登場。大勢が身内を亡くした。そうだよ、だからお互いを慰め合った。エドは付きっきりでドナの面倒を見てたんだよ。分かった、事情があるんだろ。現代社会における問題を色濃く反映したストーリーは、法の盲点や矛盾、正義とは何かを視聴者に問いかける。We were crossing the line in terms of an intelligent discussion of adult problems in a contemporary society, and because the world is not black and white, it's shades of gray, and that's what the show is really about, is the shades of gray. 選択肢はあったはずです。なのに選ばなかった。動機は恐怖ではない。ただの復讐なのです。数々の伝説を生み出したロー&オーダー。エミー賞ではシリーズ通算ノミネート数50以上、11年連続作品賞ノミネートの快挙を達成。また歴代のゲスト出演陣も超一流。サミュエル・ L ・ジャクソン、ジュリア・ロバーツをはじめ、ハリウッドを代表するスターが顔を揃えている。さらにロー&オーダーの人気はとどまることを知らず、これまでに世界中でスピンオフ作品が誕生。この番組フォーマットをそのままに舞台を変えて制作されるフランチャイズ方式。日本では CSI シリーズが有名だが、実はその元祖と言われているのがこのロー&オーダーなのだ。現在のドラマに多大な影響を与えたロー&オーダーは、まさに海外ドラマファン必見の傑作シリーズと言える。脅すのか？あと一言でも何か言ったらその顎をへし折るぞ。アメリカ社会の現実をリアルに描き出す。動くな！容疑者を確保した。繰り返す、容疑者を確保した。誰から買った、言うんだ。世界中を席巻した犯罪捜査ドラマの決定版。家族の安全を守る唯一の手段はあの男を殺すことだった。他に方法はなかった。方法はなかった？それは違う。我々一般市民は、医者であれ警察であれ検察であれ陪審員であれ、自らの手では人を裁いてはいけないのです。これを見ずして海外ドラマは語れない。ロー&オーダー、ニューシリーズ1、10月3日リリース開始。